ガハハハ笑い声から始まる今回の配信ですけどね。はい、いやー、よかったです。何事もなくね、筒がなくヒロゴビッチの穴でその MFMS T シャツ着るの初めてなんじゃないですか。あ、写真展の間ずっとこれを私今回着ておりました。いろいろな対策を兼ねて大概こうカットカットされたんだけど、どうカットされても名前が入るように考えました。今回はね、いろんな海外のメディアもありましたから。へー、ありましたってね、海外のメディアも来てくれたので、間違って伝えられないように、間違えないように名前入れときました。いいですか、そのぐらいで。いや、そんなに喋るとは思ってませんでした。あ、すいません、はい、本当はちょっと着替えるぐらいの時間あるかななんて思ったんだけど、全然なかったです。滑り込みセーフでした。間に合ってよかったね。はい、1分前、はい、息上がってます。思いのほか押し上げ日から遠かったんでね、ここ大丈夫ですよ、あの頑張ってきましたから。じゃあぜひ、はい、オープニング映像の間に息を整えてもらって、はいはい、今回も楽しくやってまいりましょうね。楽しくやってまいりましょう、はい、大丈夫です、楽しくやってまいりましょう。それでは戸川宏子のあれからどうぞ。え、私からでよろしいですか。それではなんだそれでは画面の前の皆さん、今日も一緒に頑張っていきましょう。結婚はできなかった。でも解散をさせてもらえるようなぬるい環境にはもうないんだよ。マイウェイズマイスタイルは。今日チーフの気配がなんか薄いけど始まりましたね。皆さんこんばんは。こんばんは。あざ、やけど、アルビノ、脱毛症、眼瞼下垂、血管腫、白斑、ロンバーグ病など。いいよ。あれ、生まれつきだったり事故や病気だったり、忘れちゃった。見た目に症状を持つ皆さんへ、もう少し楽に生きるためのメッセージをお届けする NPO 法人マイフェイスマイスタイルのノンストップ生放送番組ヒロコビッチの穴、2月13日ボリューム95、うん、ボリューム96おもういいや、2月13日ボリューム96をお届けいたしますのは、私ヒロコビッチ、戸川ヒロコと、あ、アルビの理事、笠谷浩二と、あ、ユーミですの3人でお届けいたします。今日もどうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。盛大な拍手に迎えられて始まりました。
今日はギャラリーもたくさんいて賑やかでいいね。賑やか。いや本当ギャラリーもたくさんいて賑やかといえばね、本日まで開催してた、そうなの、写真展が随分賑わったみたいですね。あの嬉しい誤算と言いますか、もう少しね平日だったりするとあれかななんて思ってたら、すごいたくさんの人が来ていただきまして本当にありがとうございました。トータルで812名の方に来ていただきました。どうもありがとうございます。6日間ですからね、6日間、毎日100、はい、どう考えても100名超えぐらいな感じですよ。平日ですよ。金土日月火水ですからね。金土日月火水、そうです。なんで僕が言ったことが間違ってないか確認しちゃったんすいません、すいません。まあちょっと初日が81名かなだったんですけど、あと残りの5日間全部100名超えですから。しかも喜んでいいのかどうか微妙なところですが、うん、トークイベントやります、オープニングパーティーやります、来てくださいって言った日よりも翌日の方が多かったっていう。日曜日でしたからね。いやでもほら写真を本当にゆっくり見たいと思った方は多分わざとそこを外して来てくださったのかなと思って、うん、まあ、日曜日ってこともありましたしね。はい、いや、 やっぱりなんすか、この不景気不景気言われてね、親しい日本では土曜日仕事か、はい、土曜日すっかり休んでいるっていう人もなかなか少ないかもしれないんでね。あ、そうだ、そういう方もいらっしゃったかもしれないです。はい、そのこの会話前もしたね。3連休3連休言ってますけれども、土曜日仕事の方もいるかもしれないねなんて話前したけどね。そうしたっけ、すいません、同じこと聞いちゃったりなんかしました、すいません。いいんですいいんです、今回初めてご覧になる方もいらっしゃるかもしれないので丁寧に丁寧にはじめまして。頑張ってやってますよ、毎週水曜日やってますからね、どうぞ見てください。急に庶民臭くなりました。まあ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 、そんな写真でも今日無事先ほど終わりました。はい、はい、8時、本当にね、最後はちょっと急いで来てくださった方とかもいらっしゃって、はい、無事になんとか6日間駆け抜けましたね。ねえ、ねえ、皆さん、無事に6日間駆け抜けました。すいません、なんかちょっと妙なテンションですね。はい、あの、とりあえず無事終わったっていうテンションなんで、あとはフォローよろしくお願いします。うわぁまあ、そんなわけでね、たくさんの見た目問題当事者の写真パネルを展示しました、はい、展示しました。今回の写真展ですけれども、ね、このひろこびっちゃなに今回ゲストで登場していただいた、いただいているゆうみちゃんもゆうみちゃんも、はい、どうぞ。今回、23名のモデルの中のお一人で、写真モデルとして写真パネル出てましたね。出ましたね。はい、ゆみさん、なんでそんな引いてるの。もうまあまあまあ、いやいや、とてもあの評判のいいお写真でした。かわいいかわいいという。ありがとうございます。ご本人曰く、あんなに笑ってない、笑ってる顔はそうそうないって言ってましたけど、そんなに笑ってる笑顔でした。すごい笑ってました。かわいい、いや、そう、すごいかわいい笑顔でしたよね。ありがとう。雪にはしゃいで。雪にはしゃいでね。でもない、うん、そんなかわいいゆうみさんのお写真もありましたけども、ゆうみさんは、ロンバーグ病という病気の当事者さんですね。はい。はい、なので、私もゆうみちゃんに会うまでは、ロンバーグ病って本当に聞いたことも全くなかった病気なので、うん、ちょっとロンバーグ病の説明をお願いできますか。あ、はい、ご本人から。ご本人から。あの、基本ご本人からよろしくお願いします。はい、ロンバーグ病というのは、日本名だと進行性顔面反則といったり閉塞といったり、まあ、片側だけが萎縮するという病気で、うん、まあ本当に個人差がすごくあって、うん、幼少期に発症して成長期とともに進行する人もいれば、まあ、知り合った方だと20代で発症したり30代で発症したり、まあ、男女問わず徐々に
顔の半分が萎縮して、うん、まあ、個人差もすごいあるので、私ぐらい軽度の人もいれば、まあ、目のここの骨とかが溶けてなくなったり、ここの骨も溶けてなくなったり、あと私が前会った方はここのベロの半分も溶けたり、歯茎も結構進行が来たりする方もいるので、ただ原因も分かんなくて、その治療法というか、こう治るっていう手段はもう再建手術というか、見た目だけをこう脂肪移植とか骨のこう移植とかで治すしかないので、進行を止められる方法もまだ分かってなくて、まあ、もう経過を見るしかも手段がないっていうのが私が知ってる限りでは現状ですかね。そうすると、まあ、病院に行ってたとしても、その進行が止まったところで、うん、その要は縮んでしまったところをこう形成で治す、うん、見た目を要は治すっていう風な、うん、治療っていうか、まあ、形成して見た目を治すしかない、うん、まあ多分そうですね。だからまあそこではもうその止まったままの状態を選ぶか、手術をして、その自分がそこを膨らましたければ手術をするかの2つしかないから、まあ、そうですね。進行がなんていうなら止まる期間もバラバラな、まあ、すごいバラバラなので、私は3、4歳ぐらいから皮膚の色が変わってきて、うん、7歳ぐらいからまあへこみ始めて、多分12歳ぐらいでは成長期とともに私は止まって、まあ、ほとんどそこでもし今のところあの進行は進んでなくて、もうその進行期間と進行の度合いも人によって全然違ったりするので、うん、だからまあ幼少期に発症しても小3ぐらいでもう私以上に進行が半分頭蓋骨とかまで来てる方とかもいましたし、うん、うん、ゆうみちゃんの場合は一応そんいつ発症、多分 3、4歳ぐらいから来て、小学生の間に進行して、うん、で12歳ぐらいで止まって、うん、それからちょっと様子見て、うん、で、まあ、手術の話が出始めて、うんうん、高1で手術をして、で手術がうまくいかなくて、まあ、要するに失敗をして終わったって私の病気は。まあ、12歳で進行が止まった時に、うん、やっぱり形成手術するかしないかをそこで考えて、で、うん、でしばらくでも様子を見てて治療することにした。そう、うん、そうですね。結局その手術をする期間とかも考えながらの話をしてたので、あ、まあ、中学生でなかなかこう学校があるから、学校もあったし、私も部活一色で行ってたので休みたくなかったとかあって、でもずっとまあ進行は止まったから、まあ、手術は自分の好きなタイミングでしましょうねとはあって、まあ、するしないも選べますしっていうのは、うん、でそれは手術は失敗ってことなの？私なんか成功だと、うん、脂肪を血管付きで太もものところから移植してるんですけど、うん、理想はもともと皮膚があったところに脂肪注入ではなくて、うん、脂肪注入すると脂肪溶けちゃうんですよまた、結局何回もずっと入れなきゃいけないから、うんうんうん、血管付きで脂肪を移植すると溶けにくいみたいな、ずっと残りやすいから、まあ、まあ脂肪移植をして、ただ脂肪をある程度は溶けてしまうんですね入れると。だから多めに最初は手術で入れるんですけど、うんうんうん、結局元々のここの皮膚がすごい薄くなってたので、病気の都合影響でその薄い皮膚にいきなり脂肪が入っちゃって、うん、皮膚が耐えられなくなって、まあ、皮膚が壊死して、壊死した関係で脂肪ももうなんかすごいグロテスクな感じになって、うん、とりあえずここは切除しなきゃダメですってなって、だから全部入れた分のほとんどぐらいをまた削って、で結局皮膚もダメになったので、皮膚も取ってるので皮膚移植をして、まあ、なんとか見た目的にはあの元の状態にとりあえず戻してっていう感じだったの で合併症を起こしてたんですね。それでしかも壊死の時に血管が詰まっちゃって、うんうんうん、で脂肪も
壊死しちゃって皮膚もダメ、うん、パンパンでダメになってっていうのが、そうか、そうすると本当だったらうまくいったら、うん、目に今ちょっとゆみちゃんここ、こうなんて言えばいいんだろう、こうボコってこうへこんでるのが、うん、ここがへこんでなくてこうちゃんとこう、そうですね、膨らむのにもうカメラこっちだからね全然何も見えないこういう動作ごめんごめん、うん、そうそう、ここが今こうボコってこうへこんじゃってるけど、ここが米髪の横ぐらい、うん、米髪ぐらいか、米髪ですね、もうちょっと本当だったらここがこう左右対称なぐらいに膨らむはずだったってことか。そうですね、だからその手術最初するときに成功率みたいなの説明とかもあって、うん、まあ、87% 成功しますよって、あとの 13% は合併症を起こしたりとか言ってたので、結局合併症、その血栓詰まって、うん、血管詰まって合併症を起こしたので、まあ要するにうまくいかなかったみたいなところはあるっちゃあるのかなと。大変ですここまで一気喋りすぎて大変ちょっとゆっくり聞いていいですか。はい、ゆうみさんが溶けてなくなるっていう言い方をしてたんですけど、うんうん、一応字面上は萎縮症でしょ、その溶けてなくなるっていう表現の方が本当は合ってるの？なんか私が多分説明でも、私も結構ちっちゃい頃に聞いてたので覚えてないですけど、結局なんか脂肪とかは溶けてしまうっていうのは聞いてて、骨とかはもう よくわかんないですけど、どっか行っちゃう、うん、どっか行っちゃうこの体の中で、うん、まあ、原因不明でどっか行っちゃう、うん、そうですね、なんかちゃんとゆうみちゃんの場合骨は、あ、でもレントゲンでよく見ると、うん、ここもあの若干は左右は非対称なので、そのお医者さんと一緒に見てっていう、細かく見ればちょっとここはあの多分成長期の時に少しは溶けちゃったみたいな感じの進行では出てますけど、でそのまあ進行とか発症とかは人によるけど、うん、その部分的にへこんでいくというか、うん、なくなっていっちゃうから進行が止まったりしている時に移植手術をするってこと？そうですね、大抵の場合、大抵の場合見た目を整形、うん、形成、はい、形成するために移植、何か脂肪だったり、うん、骨だったり、骨だったり移植手術をするってことなんですね、はい、で、まあ、移植手術をしても溶けちゃうとかなんやかんやいろいろあったりしてっていう話がここまでですね。はい、なるほどなるほど、そうなんですね。でそのいろいろちょっと質問来てるけど、進行が一旦止まってもまた再発することとかはあるんですかって。あ、でも可能性はあの進行が絶対に止まるっていうのは一回も言われたことないので、まあ、ゼロじゃないのかなって。まあ、発症の原因が分かってないんだったら二度と発症しないとも言い切れない。そうなんですよねなるほど、あんまり聞いたこともないですけど、うん、でも今のところゆみちゃんは止まってる、うん、私はそうですね、今のところは変わってないです、うん、基本小学生の間中萎縮が進んでたわけでしょ。私はで、ね、年齢から言うと。でもそれもいつ止まるっていうのもわからない。あ、全然わかんないです。たまたま私はその小6ぐらいから徐々にこう進行がなんか遅くなったねみたいな感じで、あ、もう止まったねってこう触診とかレントゲン見て写真とかと合わせて、まあ、止まったって、まあ、ゴーサインみたいなのが出たのでお医者さんから止まりましたけど、うんうんうん、こればっかりはちょっとわからない。そうか、何年ぐらいで止まると思う。そう、なるほど。ちょっと萎縮 していくその時間とかスピードも人それぞれだけど、ゴールもよくわかんないから、いつ止まるかもわからないし、どこまで萎縮しちゃうかもわかんない。わかんないですね。だから発症した最初とかの方はすごいやっぱショックというか、うんうん、やっぱ、まあ、どうなっていっちゃうのって思うよね、うんうん、まあ、それも私もよくわからないから何とも言えないっていうのがあって。ロンバム病は顔だけなんですか？基本顔しか聞いたことはないですけど、結局顔の半分が結局バランスがちょっとあの、うんうんうん、違うくなっちゃうから、うん、何かもしかしたら体に何か出るかもしれないですし、結構、うん、まあ
歯並びとか、あと円形脱毛症とかは結構大体聞いてると共通項とかあったりして、併発したりすることなんか分かんないんですけど聞いたりはしますね。ちなみに確率的には何分、これがね、何人に1人ぐらいの、分かんないっていうのは、なんていうの、専門書っていうか専門医学的なやつを見てもよく分かんないんだよね、うん、不明なことが多いんですね。不明すぎちゃって、で多分日本国内に100人くらいいると思いますね、じゃないかだよね。200いるのかな、もしかしたらっていうぐらい、もしかしたら全員数えられそうなぐらい、なんか頑張ればできるんじゃないですかね、うん、だからもしかしたら結局お医者さんも専門医じゃないとよく分かんないから、あ、原因不明の病としてロンバーグ病と診断されてない可能性もある。そうそうそう、うん、なんか違う病気でずっと言われてて、いろいろ回ってやっとこの病気って分かったとかすごい多いので、聞いてるとその可能性、ね、皮膚とかが最初色が変わったりとかもしたりもするので、うんうんうん、なんか結構色でこっちかと思ったら結局違ったっていうのを聞いたこともあるので、なのでなかなか原因も不明もそうだけど、そもそもがよくわからない病気ですね。わからないことが多いわけですね。ちなみにちょっと面白かったのが、何、 iPS 細胞の研究で期待できそうな疾患ですかねって言ってくれてる人がいるんですけど、私のお母さんも言ってます。ね、考えるところは一緒かもしれない、うん、でもなんか期待できそうな予感はするよね。そうですね、そうですね、唇とかも手術される方もいますし、聞いてると結局唇もこう半分こう萎縮しちゃってっていう、あ、まあ、形を、あ、再建するってことか、とか目が陥没するからここの骨をなんかどこかに入れてっていうのとか、すごい複雑で全然分からなかったんですけど、うん、とかも結構、あと視力が落ちたりとか、視力も、あ、なんかこう結局目がこうバランスが違ってきて、でも眼鏡がかけられないとかは、あ、結局は左右、うん、そうか、萎縮しちゃうもんね、うん、ちなみに日本国内に専門医っていうかロンバーグ病を治療できる先生ってどのくらいいるの？いや、わかんないですね。ゆみちゃんが知ってる方なの？いや、ゆみちゃん意外にすごい詳しくいろいろ調べてるから、ね、まあ、割とね、当事者さんは自分の症状について詳しかったりするしね、うん、でも大体エリアごとに病院は、あ、地方とかで、西ならここみたいな、九州、あ、中国地方ちょっとわかんないです、関西ならここみたいな、でもそれぐらいしかないってことでしょ、九州ならここみたいな、大体大学病院とかでは、あの大学病院で、まあ、一応この病名だと分かってみたいなところを、結局皮膚科とかちっちゃい形成とか行って回ったりとかもありますし、最終的には何かにたどり着いたんですか？私は形成ですね、形成外科、形成外科でそうか、ロンバーグ病という名前にたどり着いた感じ。私の場合はまあ 3,4 歳の頃、多分いろいろすごい皮膚科とかいっぱい回って、うん、大学病院に行って、うん、大学病院から個人の形成のそのロンバーグ病の手術をされたことがある先生にたどり着いてっていう感じですね、うんうん、でもその先生も結局一人しか今までやったことなかった一人しかやったことない、一人か二人ぐらい、あー、知ってる知ってるぐらいのまあだってどんだけ数いるか分かんないぐらいなあれだもんね。難病指定にされてたりはするんですか？いや、難病指定はされてないです ね、 ね、それは相変わらず生命の危機には直結しないからですか？そうですね、だと思いますね、まあ、あ、まあ、ですかって、おそらくでしょうあの、それは別に厚労省もあの言い切ってるわけではないので、発表しないですからね、はい、なるほど。強制歯科の保険は適用が21年か20年ぐらいから、ていうかそれも21年からでしょ、なんか19年20年その間でしょ、ぐらいでしょ、それまでは全然ダメってことだもんね、保険適用効かないってことでしょ、強制の方はです。なんか患者会みたいなものはあるんですか？ねえ、ね、今ここ告知チャンスなんじゃない、ね、
いやでも告知もね、告知しないの？いやなんか告知するために来たんじゃないの？いやいやいや、病名を知ってもらうために真面目。まあ進行性顔面変色萎縮症ローンバーグ病のお家の件はいいんですか？いやなんていうか、うん、なんかあなんかすごい個人差がありすぎて別に会うことも目的でもないですし、とりあえず本人たちがちょっと立ち寄れる場所があればいいぐらいでしかで考えてるので、そんななんかそんな有名にならなくてもいい、まあ本人たちに分かればいいかなっていう感じがありますね。なんか多分ずっとはそれに向き合っているのも辛いだろうし、うん、いざって時にすごいその顔自分と向き合った時にすごい辛くなった時ぐらい使ってもらえる場所ぐらいでいいのかなっていう感じですかね。そう、でもそういう場所があるっていうのを知ってもらうためには、うん、ねアピールしないとねっていうのはありますけども、うん、だからゆうみちゃんがそのホームページ立ち上げたのが1年前、1年前あれすごい一晩とかで作ったやつ、そうなんか熱いなんか電話とメールが来てやっぱりホームページとか必要だと思うんですよって言って、そうだねって話したら次の日に昨日勢いで作っちゃったんですよって言ってまた連絡が来て、戸川ひろ子にそうそうなの、なんかそれまでやっぱり患者会っていうのがないので、うん、こう本当にみんなもうみんなが一人一人バラバラの状態でつながりがないから、なんかつながれるものが欲しいなっていうのは思ってるんですっていう話は聞いてて、で熱く語ってたなって思ってたら次の日に勢いでホームページ作りましたっていう連絡をもらいました。それがそこです、ロンバーグ病のお家です。とりあえず作って、まあ、掲示板だけしかほとんど動かしてないですけど、割と控えめに置いてあるって感じなんですね、まあ、とりあえず手が回らなくて置いといたっていう感じがちょっと、まあ、それでそのホームページまで作ったからこうゆみちゃんにこう PR とかどんどんこう前に出てきてやろうよって、さぞ伝えたいことがあるんだろうと、うん、すごいこう、うん、なんかこういろいろとゆみちゃんの方に言ってみたんだけど、これがねなかなかゆみちゃんがうーんとかって言って色いい返事をしてくれないわけですよ。まあ今日に関してもだいぶ控えめですね。そうなので、なんでそんなにホームページまで作って、でロンバーグ病そろそろそもそもロンバーグ病を知られてないのを知ってほしいんですって言ってるのに、なぜそんなになんかこう後ろに下がるっていうふうには思ってて、その辺どうなのって言ってこの間もちょっと聞いたら、ちょっとやっと本音をポロリと喋り出したわけですよ。なんでその思わせぶりな国はなんて言ったの、ゆみちゃんなんて言ったの、その辺をぜひ優勢で話そうよって言ったらじゃあそれならいいですって言ってやっと OK くれたんで、ちょっとその辺を話してもらおうかなと思って今日は なんでこれまではそんなに人前に立つとかアピールするっていうのにあんまり積極的じゃなかったんですか？うん、そうですね、まあその掲示板は作ったのが4年前で、うん、まあ、ミクシーの非公開のあの、うん、コミュニティとかは3年ぐらい前ぐらいからやってるので、そうだね、まあ、3、4年ぐらい前から、うん、あの同じ病気の人とは、うん、誰かしらこう交流とかはしてて、うんうん、まあ、実際に 2,3 人の方とはお会いしたこととかもあるんですけど、うん、まあ、正直言ってしまい私は全然あんまりこの病気で悩んだこともなくて、うん、辛い経験もほぼほぼなくて、いいね、でまあ環境もすごい恵まれて育って、うん、まあなんか全然悩んでないしなとか思った結果あ、いいね、なんかそんな高校に来て話すようななんかことエピソードも特にないし、それ以上にすごい苦労されてる同じ病気の方々もいるのに、この病気を代表する感じがすごくあんまりここなんか心地よいって言ったら変ですけど、なんかしっくりこなくて、なんかこうなんだろう、自信を持って私はロンバーグ病のユーミですっていうのがなんか
なっていうのと、うん、こう実際掲示板とかミクシーとかでずっとこう管理人とかでいろんな方とコミュニケーションを取ってて、実際その顔を出して、うん、まあ、私は本当に多分こう画面で見ても分かりにくいし、うん、まあ、髪を下ろしてればほぼ分からないっていう、うん、で悩んだこともないっていう私がやってるのはどう思われてしまうのかなっていうのもすごいなんていうか気にしてしまった部分もあったりしてて、まあ本当にね、分かるわ。で本当にいろんな海外のサイトとかだといろんな個人差のケースが8個ぐらいわーって出てくるサイトとかもあって、それくらい個人差があると、まあどっちにせよ共感はできない、できかねるというか、私にはそんなできないんですけどねっていう、分かるわー、をぐるぐるしてたらずっと、いや今度出ます、今度出ます、今度出ますってずっと言って、分かる、1年経っちゃったみたいな。そうだよ、そうなの。僕もね、アルビノについて語るときにね、なんかアルビノの当事者って苦労してなきゃいけないのかなみたいな、僕そんな苦労とかそういういじめられた経験とかないんだけどな、いじめられてなきゃダメですかみたいな、そういう気持ちあったりするわ。まあ、あと他の方も ね、私もレックにはすごい個人差があるからっていう共感を呼んでたりはしますよ。なんか自分がこう、この病気を代表するほど苦しんだエピソードもないし、うん、症状がひどいって言ってもそんなひどいわけでもなくみたいな、うん、そんな感じがね。いやね、それどの、うん、多分どの当事者団体さんも結構考えるとこだと思うんだけど、やっぱりさ、会の代表者とかっていうと一応その症状のなんて言えばいいかな、代表者みたいな感じ、うん、その症状で一番の人みたいな感じで、ね、そうなるので、その人の症状がイコールその症状の一番なんていうの、メインな感じっていう風にどうしても受け取られがちなので、その代表の人が軽いと、うん、あ、その程度の病気なんだっていう風な認知をされちゃうっていうのは確かに、うん、わかるわ。僕もアルビノのこと語ってる時にね、僕があんまり困ってないっていうとアルビノの人困らないんでしょって言われちゃって、それもそれでちょっとすいませんみたいなね、困った人もいるのも事実なので、困ってる人もいるから、ね、あれなんか困らないですとは言い切れないんだよねみたいなのあるよね。今回もだから写真展で写真を、うん、まあ、撮った後のにいろいろ考えてたら、いや私は隠れるし、この病気を確かに名前としては知られるけど、うん、なんかこんな 目立たないけれどもなんか疾患があるって思われたら、それはそれで趣旨というか目的が違うしなとか思いながら、結局私はほとんどわからないけど、もうもっとすごい重度の方もいらっしゃるので、そう、それをすごい思って、私が出てしまうと本当に病気が 軽いって思われても、そこじゃなくてみたい、もっとすごい辛いのに、うん、まあ、私が辛くないせいでこう、なんかうまく伝えられないっていうのとかもあったりとかしつつ、難しいなって、まあ、だからといってもその皆さん同じ病気の他の方の気持ちはそんなとても私じゃわからないしっていう、そうだからさ、そうマイペースマイスタイルっていうまとまりとかでもやっぱ同じで、うん、やっぱりこう表に出てきてっていうかさ、顔を出してどんどん前へ出てきていろんなこと語ってくれる人ってこう、なんていうの、もう何人かしかいなかったりはするけれど、うん、そこまでこうまだいけてないとかさ、うん、もっと大変な人たちはたくさんいるんだけど、どうしてもそういう人たちの発言が目立っちゃうと、あ、そういうもんなのっていうふうに思われちゃうっていうのも、うん、ちょっとやっぱりどうなんだって思ったりもするんだけど、だけどあのしんどい人たちに、うん、なんか無理くりその人たちに出てきてもらってしんどい話をどうぞっていうのも、それもどうなんだって思うしね、うんうん、そうですね、それをね、確かにその私はパワーも有り余ってるから役割的にそういう出ていく分には全然負担ではないですけどね、難しいなって、ね、まあ、そう自身の気の持ち方がちょっとね、うん、眼瞼下垂のフレイクさんは、フレイクさんは割とマシな症状だよねって
って言われることもあるし、フレックさんはオペすべきだよって言われることもある。あーそうなんだっていうのもなんか自分的にどのスタンスを取っているかってなんか決めなきゃいけないかなって気持ちになっちゃったりするよね。まあでも私とかやっぱ肌で見てと思うのは本当にしんどい、あ別に見た目問題だけじゃなくて他の問題とかもそうかもしれないけど、あの本当にしんどい人がしんどい話とかをするのはさすがにやっぱりちょっと厳しいなって正直思うので、うん、この人が本当に前に出てきて今顔を出してこの話をしなきゃいけないんだろうかって思うこともあるし、うん、で元気な人が代わりに話ができるんだったらそれもありかなとも思ったりとかね、いろいろぐるぐるはします。でも今日そんな暗い話じゃないんでしょ。んそういうこと悩んでて結局1年間待たされたって待たされたっていう今制裁を加えてんのここで。まあでも、まあ、そうね、気持ちがはっきりしないというかね、どのくらい言えばいいのかなとか、どういうふうな立場で表に出ればいいのかなって悩んだりしたのは確かだろう ね、まあ、そういう意味でやっぱ当事者活動って結構難しかったりもするよね、うん、超難しいですね。超難しいですか。そうですか、うん、え結構、まあ、掲示板だけとはいえ大変なことはあります。超大変なことってあります。いやなんかそんなこういろいろ、まあ、多分書いてすごいほっとするって言ったら変ですけど、うん、こうすっきりしてる部分もあるかと思いますけど、こうなん私はそれこそ、うん、多分同じぐらいの症状って分かってたら、うん、じゃあ分かります、うん、それってとかいうことができると思うんですよ、うん、同じこう病気で同じこう同じ側の人でって思うんですけど、結局こうなんかもう私よりもはるかにすごい今辛くてとか分かって、うん、まあ、いろいろ調べてるのでケースとかもいろいろ見てるとすごいこう大変なんだっていうのも分かった上でもう分かりますとも言えないし、だからまあなんて答えていいのかみたいな。そうですね、なるほどね、まあ、とりあえず聞くだけはしますけど、だからこれからその、ね、会っていうかそのコミュニティをどういう方に行ったらみんなが楽なのかなとか思いながら、どうなんだろう、まあ、多分これ見てる人も当事者さんって結構いるかなとは思うんだけど、その見た目問題もだし、もしかしたら他の患者会とかの人もいると思うんだけど、なんて言えばいいんだろう、あんまりその要は症状が重くない人がこう、まあ、代表だったり代表じゃないにしてもその病のことを語ったりとかってするっていうのを当事者自身としてはどう思うんでしょうかね。難しいですか、うん、質問が。もう一回言ってください。あの要は自分のその症状ってあるじゃない、でそれぞれのこの症状の当事者団体だったりとかってあったりすると思うんだけど、症状には軽い人が表に立ってこの何か症状のことを語ったりとか会のことを語ったりとかってすることに対してどう思うのかなって思って、ああ私の説明やっぱちょっと下手ちょっとうまく質問まとめてもらってもいいですか。いや聞きたいことは分かりますけど僕もよく言われますよ。あそう、加瀬谷さんみたいにアルビノで幸せでいるっていうことを伝える人も必要ですよね。って言われたりします。で、まあまあ誰とは言いませんけど、自分みたいに苦労したっていう経験を伝える人も大事だと思ってるので、うん、まあまあまとめちゃえば私とあなたはやり方が違いますけどねみたいな話になったりすることはよくありますけどね。そうそう、どっちもあってもちろんいいと思うんだけど、うんうん、さっきも言ったようにあんまり逆に言うとこう大変さが伝わんないとか、うん、症状そのものが軽く見られちゃうんじゃないかって、要はちょっと、うん、そういうので躊躇している部分があるわけじゃない、うん、でもどうなのかなと思って、自分より症状の軽い人が表に出てくっていうことに対してその当事者さんたちは正直どう思うのかなって今ふっと思ったから。そこを躊躇しちゃうってことは
あるんじゃないですか。どうなのって今ふっと思ったの。いいなお前は軽くてとか、そうなの、何妬みに近い感情とかを持つ人もいるんじゃないですか。うん、その自分より軽い人が代表している時ってことだよね。うん、そうそう、それでももちろんそういう思いを持つってこともあるんだろうけど、それでもやっぱりその症状のことを知ってほしいとか、なんて言うんだろう、ネットワークつないでほしいとかって思うものなの？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 うーん、まあ、ネットワークつないでほしいとかそもそも思ったことがないでよくわかんないですけど、あ、そうなんだろうけど、うん、逆に言えばだからゆみちゃんはそういう人がいるんじゃないかなと思ってやっているんじゃないかなっていう話ですかね。うーん、でもやっぱりなんか躊躇しちゃうのは、そこにこうちょっとブレーキを踏んじゃうっていうのは、うん、そこに それやっぱそれほど何て言うんだろう、強く自信が持てなかったりするわけでしょ。だから症状が重い人から見たら、自分みたいな軽い人間が出ていっても大丈夫だっていうふうにはやっぱりちょっとそこまでは思えないわけでしょ。そういうことですね。うん、なんて、なんだろうな、まあ難しい、難しいかな。であとはなんかもうすごい多分きっと一番自分が辛い時しか検索しないと思う気がして、あ、探す時にもうすでにこう結構ネガティブな段階で見た時に、うん、いやでもって思いやすい状況で見てるから、そうやってこう嫌な気持ちを持ちたくなくても持たせてしまうような感じになるのであったら、あんまりこう顔は出していかずに、出さないでやる方法はいくらでも文字だけではできるからっていうのを1年間ぐらいは考えてはいたっていうのもあって、あ、こう見えない方が、知らない方がある程度お互いの中ではこうコミュニケーションが取りやすいのかなっていうのはあったりしつつ、難しくて結構じっくり考えてたんだね、このヒロコビッチの穴の出演を拒んでいた期間に、うん、そうか、言葉だけのやり取りの良さって言ったら変、でもそれもあるか、なるほどな、ね、結構他の2人ぐらい当事者の親御さんとか会いましたけど、うん、結局やっぱ私全然紙で隠れるからいいじゃない、まあいい意味で、とてもいい意味で、よかったわね、もう本当にあなたはねっていういい意味で言ってくださいましたけど、うん、なんか文字だけの方がもうお互いそんないろいろ、やっぱりきっと人間だから、なんで、ね、うちの子はねってもし思わせてしまう何かという要素になってしまうんだったら、多分思いたくもないでしょうし、だったら文字だけでやり取りしてた方が、ある種私たちの、私の病気に関しては個人差がすごいある分いいのか、合ってるのかなって思いながらもね、っていう難しくて悩んで、こう考えたりはしつつ、考えられるな。うん、特にまあ日本、こう日本人の人の画像はほとんど出てこないんですけど、ね、海外の人はわりかし、うん、こうなんかのよくもう英語読めないかわかんないですけど、うん、なんかのこう団体っぽいのはなんかの団体っぽいのがねあったりしつつあるので、うん、バレーボールしてる写真とか出てきたので、だからまあね、私自分たちに適した環境とかが私ができればいいのかなとか思いながらも、まあでもこういう機会はめったにないからと思って勢いで写真を OK してそのノリでこれも OK して一周考えた末に勢いでいっちゃえって思った、なかなかないしと思って。なるほど、面白いと思いますよ。ゆうさんは、私も同じことで悩みました、うん、でも今は開き直って、うん、私は表に出ることで触発されて、症状が違う方とか、うん、私のやり方が気に食わない方が表に出てきてくれないかなとか思っています、うん、って。
まあ、むしろだからある一人がね、こうだって言ってみたら、うん、そうだそうだっていう人も、うん、それは違うよっていう人も新たに表に出てくるんじゃないかみたいなね、うん、そうね、僕はそれは超怖いけどね、カセアさん、カセアの言ってることは間違ってるとか言う人が出てきたら超怖いけど、すいません、じゃあもうそっちが正しいでいいですって僕は結構なっちゃうけど、でもまあそう、うん、一つ意見が出てみないと賛成も反対も出ないっていうのはあるかもしれないよね、うんうん、あとは花さんは、うん、自分が患者のすべてを代表できるとも思ってないな、自分ができるのは自分の経験知識以上を伝えることはできない、うん、もう自分が話しているんだから自分が知っていること以上はもう話せないんだってはっきりと決めてるっていう人もいますね、あ、そうですね、確かに、まあ、花さんもね、うん、正式名称なんだっけ、え、公開列のお話、お話、お話じゃなかった、更新公開列のお話っていうホームページを開いててそうそうそう、あの掲示板もそこにあって、うん、いろいろと、で基本は個人でやっていますから、ね、個人でやってますので、一人が知っていることをみんなに知らせている、うん、ところで全部やって収めてますから、うんうん、そうですね、そうなんですよね、結構最初の頃は自分の手術の話とかをしてて、うんうん、結局私はその手術がゴールだと思い込んで、こうあんまりリスクとか考えずにすぐ手術を決めて、うん、結果うまくいかなかったので、うん、こううまくいかないこともあるし、きっと自分の思い描いてる綺麗な移植の具合、脂肪の具合になるかどうかもわからないっていうのを一回みんな考えないと自分が一番ショックを受けてしまうなっていうのも最初の頃は思ってて、うん、でも結構いろんな人がいっぱい出てくるとね、そうだねなかなか、うん、なかなか、私もそれ悩みますっていう方が他にもいます、うん、症状のこととかブログに書いてるけど、うん、私は軽い方だから症状の重い方で嫌な思いをしている方がいるのかなって思う、うん、自分がね これくらいだよって書いててもこれ以上大変な人いるんじゃないかなとか思ったらなんか変な気持ちになっちゃうっていうね、あとははちみつレモンさんは単純性血管腫赤あざの場合、うん、軽いとなるとレーザーで消えちゃうくらいの、うん、というイメージなので前に出るっていうところまでに至る人も少ないのかな、うん、まあ、そもそも自分が軽いやって思ったら、うん、それ以上前に出る必要もないかって思うかもしれないね、うん、まあ、そうだね、ある種いろいろその治療のこと一生懸命情報を集めたりとか、あとまあ多分手術をしてみたりとかしていろいろ右往左往ってこう行ったり来たりみたいのがあったから、うん、この情報を多分必要としている人がいるんじゃないかっていう方向にきっと思考が向くと思うからね、そこがスッと行っちゃった人はあんまり思わないかもしれないよね、うん、いやでもやっぱちょっと考えさせられるなでさ、うん、やっぱり私は多分活動家なんだと思うから多分どころじゃない私は絶対に活動家なんで、やっぱりその当社の人たちに情報を届けるっていうのもすごく思ったけど、うん、と同時に一般の人たちにこう知ってもらうっていうのも大きいなって思ってて、私がイメージしたのはやっぱり一般の人が知ってくれることはその数が多くなればなるほど当社の人たちにも必要な情報が届くっていうふうにも思ってたので、とにかく知らせたいっていうのはすごく強くは持っているのね、うん、でもだからといって嫌がる当事者さんを無理やりでも引っ張ってきて話せっていうのも違うって思ってるので、うん、ものすごいジレンマは感じるんだけど、でもやっぱり私の場合はできたらいろんな症状の当事者さんがこう発言をできる人が増えてくれたらいいなっていうのは思ってて、うん、でやっぱそのパワーとか説得力っていうのは私がいくら言葉をこうなんですああなんですっていうよりも本人の人が話すっていうことの説得力は違うので、うん、そういう人が一人でも多く出てきてくれるといいなっていうのが本音なんだけど、うんうん、と思って口説いてたりはするんだけどわかります、まあでもね、うん、そこはその人の持ってる
スピード感とかタイミングとかもあると思うので、いいタイミングのところで出てくれるといいなって思うけどね。タロンバーグ病の人もちょっとさっきも誰か言ってくれたけど、ゆうみちゃんが出てきたことに触発されて、あ、私もっていう風な人が出てきてくれるとまた少し変わるかもしれないしね。そうですね。でも私自身が手術が失敗して入院2ヶ月ぐらい入院してたんですけど、その時に、まあ、掲示板作るきっかけというか、ある人がロンバーグ病なんですっていうブログを書いてて、ああそうなんだ、はい、女性の方 で手術をして、でも手術も納得いく感じというか、まあ、自分の中でまあ完結させて、まあ、私の中では完治したと思ってますみたいなことを書かれてるブログを検索して出会って、その人と確かコンタクトメールとかで取ってから、あーなんかいるんだとか思って、確か多分掲示板を作ろうとか思った一番最初のきっかけがそこだったので、いるんだって思ったんだ。思いましたね、あーみたいな、自分と同じ病気の人がで、うまくいってる人もいるんだみたいなのも確かその時は思って、やっぱり全然そういう情報ってなかったの？多分調べて、自分も検索してたのかも覚えてないですけど、母も全然知らなかったと思いますし。それいくつぐらいの時？それ16ですね、その入院してた時だったので。16か。今はおいくつなんですか？今は22ですね、22です。およく老けて見られます。戸川博子の半分の半分おうおう、そうか、22だったんですね。22です。半分だ、半分以下半分以下だ。早く結婚してたら別にこのぐらいの、そう、22の頃に出産してたら、言うぐらいの、なんだ、だから、それは何の意味があるんだ、これ。事実、結婚してもいないし、出産もしてもいないんだから、はい、ないんですけど、意味ないだろ、その話。そのぐらいの年ですよ、お若いのにっていう。いやいやいや、でも、しっかりしてる？いや、でもさ、小学生、実際にだって病気が進行してたのは小学生の時でしょ？でその治療とかしてたのも、その中学ぐらいの時だったわけでしょ、あ、そうか、実際手術したのは16歳か、そうですね、そこまではだって全然その病気の人の情報ってない、ないよ、自分だけの状態だったわけでしょ、そうですね、でもね、戸川博子さん、ここが、まあ、戸川博子さんから見れば、ネクストネクストネクストジェネレーションなんですよ。なぜもうその段階で物心ついた時にインターネットはかなり広く存在したでしょ。え？だって22で、まあ、中高生の段階だと6、7年とか前だよね。そうです、ね、それだともう Windows 98とかじゃないもん、そろそろ XP のあたりとかだもん。そしたらもうインターネット上でそれぞれ個人がホームページを作ると か、 そっか、多分もうブログっていう存在も結構あって、調べてみようって思ったら、まあ今ほど数は多くはなかったかもしれないけど、まあまあ結構出てたぐらいの時代に育ってきた人なんですよ。16歳でネット環境にあったってことだもんね。はい、そうです。やってみようって思ったらすぐできるぐらい世の中にもネットはあったっていう時代ですから。インターネットは偉大だね。偉大ですね。そうなんですよ。昔はだから本当に全国各地の病院を転々とするとか、そうだよね、専門書を図書館で読み漁るとかぐらいしかできなかったかもしれないことが、今は、まあ、本当個人の体験談を個人のブログで書いて、それを世界のどっかで読んでいる人がいるかもしれないっていうね、そういう時代ですからね。完全に情報への距離が縮んだっていうのはありますよね。何その顔は。急にジェネレーションギャップ感じちゃったんですよ。まあでも確かにそうやってインターネットでいろんな情報が集められたっていうか、まあいろいろ見ることができたから、その人のまあブログにたどり着いて、あーでもいるんだっていう感覚なんだ。多分思い出しました。思い出した、何を、その方がブログを確か変えたきっかけ、あ、なんか前後するかもしれないんですけど、その
あの世界仰天ニュースで、うんうんうん、何年5、6年くらい前に取り上げられて、あ、じゃあ違うな、このブログはブログでちょっと違いましたね、うん、違いましたそのブログはその人がたまたまなんか自分の体験談を書かれてた記事で、うん、それとは別に別にこう検索と、多分手術終わって戻って掲示板立てるまでの間とかに検索した時に、確かその世界仰天ニュースとかで中国の女性というか少女が顔が崩れていくっていうやつで特集があって、その記事に対し、あ、その番組を見た人がいろいろブログを書いてるやつで結構こう病名がヒットして、でも当事者の人はほぼいなくて、なんかかわいそうな、海外の病気だってみんなが思ってるの悔しくなって、なんか日本にもすごいいるの、なんかすごいいるかわかんないですけど、日本にもきっといるはずなのにみたいな、なんか海外のものとして取り扱われてるのがちょっと腹立って、ちょっとどれくらいいるのかなっていうのも確か、うーん、今思い出すと確かそういうのもあったのかな、そうかっていう感じです。なんかちょっと遠い世界の話みたいな、そういう感じで、まあ、私見てないんですけど、うん、それはね、でもそのみんなが書いてるあれがその遠い世界のなんかかわいそうな子がいるみたいな、うん、そういうことを書かれてて、うん、そんなことないとここにもいるみたいなきっとどっかにもみたいな、そうだよね、あると思いますよ僕もよく言われますよ、あ、アルビノって本当にいるんだとかよく言われますよ、お話の中とかでは聞いたことあるけど、読んだことあるけど、うん、本当にいるんだねなんて今頃でもまだ言われますしね、うん、そうだね、うん、いや、それは本当に多分どの症状の人もいるよって、なんかいるよって思うよね、うん遠い世界の話じゃないよね、今本当に今、うん、このなんていうの、自分たちが暮らしてるすぐその隣にいるのにって思うよね、うん、そうですね、なるほど、難しいですけどね、で結局ゆみちゃんで言えば、うん、そのまあ団体を作るとか、なんか症状を代表して矢面に立つとか、そういうことをいろいろ考えてどうかなって思ってたけど、うんうん、ただ自分らしく生きている姿をみんなに見てもらおうかなって思って写真展のモデルを承諾したみたいな感じですかね、ですかね、そうですかねちょっと無理やり引っ張ってレフト前ぐらいですか、まあ、写真展終わっちゃったんですけど、はい、見ていただいた方は多分とてもよくそうだと思ってくれると思うんですけど、別に症状にすごく、なんて言うんだろう、焦点を当てたりとかしてるわけじゃなくて、その症状があるけど、まあ、その症状と本当ともに自分らしく生きてるその人のなんかこう姿みたいな写真だと、まあ、そういう写真を私も撮ってほしかったし、富樫さんもそういう写真を撮ってくれたので、別になんか症状にすごくこう分かりやすく撮ってくださいとも思わなかったし、でもだからといって富樫さんに何かこう注文とかしたわけじゃないんだけど、うん、富樫さんがこの人らしい、本当にその人らしいこう瞬間とかを撮ってくれた写真だったので、実は写真で見るとあんまり症状が分かりにくいとかっていう人も結構何人もいらっしゃったんですけど、よく言ってましたよね、フレークさんは、うん、眼瞼下垂側の目が写真に写ってないけどねフレークさん反対側の目だから写ってないのね本当に富樫アルマサさん、うん、写真家富樫アルマサ自身も言ってましたよ、なんかその図鑑的な、うん、こういうこの症状の人はこういう顔なんですよっていう写真を撮りたくないよねっていう、うんうん、それよりはなんか、あ、この人のこの表情いいなって思っているところを撮りたいから、まあ、単純に症状があんまり分からなくても好きな写真っていうのはこういうもんなんだよねみたいな、富樫アルマサ自身が話してましたよ、うん、そうなのです。でも本当にそれがこうにじみ出てる写真だったので、いや、皆さん言ってくれましたよね、すごい皆さんいい表情をされてますよねとか、別になんか症状よくわかんないですねなんて言われたのは全然なくって、本当に皆さんいい顔してていい表情されてて柔らかい
感じですねっていうふうには言ってくれたったので、うん、そこが伝わればいいかなって思いました。ゆみちゃんの写真もすごいなんかゆきんこみたいで可愛いね可愛い写真だったと思います。ありがとうございます。ん？ああそうか。でもそんなこと1年間ずっと思っていたとは、ね、そこまでは深くプレッシャーをかけられてね出てよ出てよって言われてすみませんでした。ちょっと待ってくれって言ってんじゃねえかよみたいな、うん、そうね。そっかきっかけで。でも、うん、ゆうみさん的には写真に撮られるっていうのは何かこう人前で喋ることとは違った感覚とかはあったんですか？いや写真ならいいかとか、うん、いや何も考えない。確かの時返事しててなんかまあ、あの写真家の人に撮ってもらえる機会なんてそうそうないし急に考え出しになっちゃったいやでもさ、でももしよ森1年前に頼んだら OK してた？いや多分してないと思います。あ、うん、やっぱ、まうん、ごめん1年間いろいろぐるぐる考えた結果、そうですね、うん、考えたしちょっとねまあいっかなみたいなとこもあったんですかね。考えた結果もうちょっと何かしてみなきゃ分かんないしなっていう、結局動き出さなきゃちょっと分かんないなっていう勢いのまま来たらこうなったしうん、だからそのいろんな当事者の方がいる中で電話をもらったのも何かの縁だなと思って、うん、OK したっていうのもあって、そのタイミングでまだ私が出てなかったから今日ここのタイミングで出るっていうのも何かの縁だなと思って、うんうんうん、そうですね、はい、縁ですよよかったですでもね多分そういう1年人によってはもっと長いかもしれないけど、うん、時間みたいのもすごく大事な要素なんだろうなって思うし、だからそう最初言ってちょっとっていうお返事の人でも別にその後普通にこうまた長く付き合ってて、うん、いいタイミングが来たら何かいい動きができたらいいなっていつもそう思ってます。まあね、あと自分がやってみていいかって思ったそのタイミングですよね、うん、ふとね。よかったです、今ならいいかっていうじゃあちょっとモデルになってみてよかったですか？ああよかったって言ったらよかったですしか言わないよね誘導が完全なよかったでしょうっていうじゃあ、まあせっかくユーストも出ていただいたのでそのまあロンバーグ病の方、うん、だけじゃないかもしれないけど、うん、この番組見てる人になんかこの当事者さんで、うん、もしかしたらまだそういうなかなかいろんな人とつながれてなかったりとかっていう人もいると思うので、うん、そういう人たちにこうメッセージをお願いしたいんですが。わー久しぶりだな、はい、当事者さんがゲストに来るの久しぶりだからなこの流れも久しぶりだ。なんかこう当事者さんたちに向けたメッセージを、なんだろう、でも情報を手に入れることで、うん、全然選べる選択肢はすごく増えるので、うん、選択肢が増えることで結局自分で選択して納得のいく自分の病気との向き合い方ができるのかなっていうのは思いますよくわかんないですね。いいですね、奥ゆかしい。そうですね、そう情報がたくさんあれば、うん、自分がこれだと思うものが選択できるようになりますからね、うん、あとは納得のいく決断をしてくださいって言いたいですねだそうです。本当に物腰柔らかくていやいやいや、とても安心する話でしたよ今回は。ありがとうございます。戸川博子も終始笑顔でニコ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 私の年齢半分かとか思いながらニコ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 見て話してるからすごくゆったりした優しい時間が流れました ね、 いい1時間でした。そうですよ、もう誰かを責め立てるとか
なんかそういう攻撃的な話じゃなくて ねもっとのんびりした話もいいですね、はい、時にはそういう時間もいいと思います、はい、ということでもうそろそろ時間になりましたのであのアフタートークお願いしますコメントは今回も出てましたやりますかやりますか先週やらなかったもんね確かね、まあ、場合によってはね今回やりましょうゆうみちゃん以外で誰かがそうだやりましょう誰かが顔を出す可能性もなくはないし、はい、やりますのでじゃあアフタートークは一応やるっていうことにやりますやりますということで本編はここまでなので、録画をご覧の皆さんはここまで生でご覧の皆さんはこの後のアフタートークもお楽しみください。来週は2月20日ボリューム97をお送りしたいと思います。内容はまだ未定ですね、まだ未定ですが来週もお送りしたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。それでは生でご覧の皆様この後のアフタートークも引き続きお付き合いをください。この番組はご覧の皆さんの応援でお送りしております。それでは皆さんまた来週。1回目の拍手はどこだ？どこまで行っても水溜り